え、しえ、ちょっと待って待って、それ、なんすか。だけ本来はこっちなんですよね。いや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 、ちょっと、そういうやったらお前もプラスになってるわ。いやいや、俺どこがプラスだ。お前どこ、どこがプラスだ。俺お前リーダーやろ。お前これ何万や、5万ぐらい、3万ぐらい。いやいや、マジでマジで、俺17やって。やべえ、やべえ、ちょっと待って、俺17やって、35っす。じゃあ36、36ぐらいするよこれ。怖いっすよ。38や多分。はい、これすぐよ、無理。いやいや、やべえ、返してもらって。じゃあそれだと俺漏れない。僕さえしゃべ、僕さえじゃん。てか、俺自分ないし、これもこれ。全然全然全然無理やろ。いや、ほんまにそれやったら俺たぶんまあまあ切れんで。動画とか大会とかでええやったら俺いい。いや、それ、それ、何でしょ。どうしたんすか。おんなお前、サンタ来たことないやろ。そんな悪い子悪すぎる。こいつめちゃくちゃ悪い。絶対サンタ来へん。全然そりゃそうや。そりゃあんな勝手に生まれ落ちるわ。じゃあやめんガチ脱ぎましょう。いや、はい、もう無理やって、はい、ガチしてやめんか。それ普通に無理やし。やめんガチなんですよ。あの冗談抜きで、それは俺のなんですよ。その動画外で。だからそれを、だからその動画外とかじゃなくて、まずお前がくれるっつった時点でもう、もう全部俺のものやね。これ自体は俺のや。ほんで17も返して、これの企画で一応乗ってあげたから。これはこれはそれゴミ。それはそれは良くない。それは良くない。うわうわ、それは良くない。服返してよ。値段なるよ。服返してよ。売った値段なるやろこれ。父持っていけ。これ結構たまんすよ。だってええよ、これ別に新品やろ。じゃあまず一回おさらいしよう。何が？エマイがおかしいことは一回置いといて、うん、まずプレゼントがおかしいね。何がプレゼント、こう一回並べる。ちょっとおい、山村がまずおかしいわ。エマイよりおかしいもん。正直もう俺だけプレゼントおかしいやん。いや俺こんなんじゃなかったらあげてた、それごめんな。だこれ、これでいい。無理やろお前、これも俺のやつな。なんかこれでいいとか言ってる。なんでお前のがある。なんで冷静に考えて、お前のてか、とりあえず早く17万返してよ。これ17万返して返して。企画乗ったったよ。おかしいやこいつ。だから始まる前も自腹なってガチだからな。じゃあもうここでもう切って、実費実費でしょ。何言うてんの。だから言うて17返してやる。ちょ、待って待って待って、お前これで17も結構バグってるけどな。結構バグ。それでもう一個大きいサイズがあって、それ最初買おうと思ったけど値段60万って言われてやめた。え、だって17やったら普通に T シャツとか買えるでしょ。まあでも飾れるやつがあげたいな、うん、T シャツ買えるし、別に財布とかそうなんかいろいろ買えるじゃないですか。17、まあ20やったらジャケットとか買えるですよ。そういうジャケットとか無理っすけど、普通の。何年言ってるお前は。しばかれたい。いや一緒っすよ、俺と。ただ値段がちゃうだけで、これ一緒っすよ、3つ。ゴミやん、お前。全部一緒っすよ。完璧にゴミをあげてるよ。マジで、3つ。一番大きいサイズだってびっくりしたでしょ。マジででかいサイズやったな。俺のやと思ってた。ガチでガードのやと思ってた。サイズパッて見たときに、てか持ったときに、ずっと笑ってるから、うん、あれこれサイズちょっとおかしいぞって思って、うん、もうそろそろあげて。うん、パッて見たんだけど、これ絶対ガードないやんって、もうそこ思った。うん、でも俺ね、返してもらっていいですか。無理やろ。まあ、プレゼント交換なんで。え、僕がプレゼント交換しました、うん、今度終わりました。はい、金返してください。こいつ怖すぎる。結婚祝いなんかあげるあげるって全然くれるとなんなん。それは動画になっちゃうわ。そうです。そう、違う動画になっちゃうわ、また丸めっこりしてない。こいつはやばい、マジで。ちゃうねん、あのマジで届いてからわかるんちゃうか。あ、こういうことやったんやって。それ今はもう前その疑心暗鬼になってるよ、今。ないなってるよ。お店でお金払って購入して、こう商品と交換じゃつまらないじゃないへんか。ない俺わかんねん、長い付き合いやから。まあじゃあ、そのこいつはほんまに何か考えてるか知らんけど、うん、俺は連絡もしてんねん、実はほんまに。で、別々なん。俺は山ちゃんと違う、はい、じゃあ、お前何なん。お前何やった。お前なんか一緒にやってますみたいな感じで来てたやん。なんとか俺はそう、誕生日まで、ガードの誕生日、年の誕生日まで絶対間に合わせようってしてる。そうですね。おかしいやん。で、実は毎年クリスマスプレゼント俺からあげてましたからね。うん、毎年、俺、去年もグッチの、カバンかな、
あの、ゆえって書いたやつかな、なんかもらってます。毎年クリスマスプレゼントあげてるんですよ、僕、うん、みんなに。なんか今回これガードに届いたらいいかなと思って買ったんやけどな、俺は山ちゃんに行きました、ね、うん、で、僕からのクリスマスプレゼントです。もう何人じゃないわ、人やめたお前。いや、ヴィトンで買ってみたんですけど、靴下ぐらいで買えたのに、ほんまに発想がなかったです、靴下っていう。大体歩くない、なんか、まあ、とりあえず見ようと思って、うん、一発目になんかランドセル買おうかなと思って目に入って、そっちの方が良かった。いやけど思ったよ、ね、余裕でそっちの方が良かった。それのおもろい、おもろいで終わらせれる。思ったよ、値段高かって舐めた8万とかやった超えちゃうなと思って、さすがに無駄遣いすぎると思ったんで、うん、これも無駄遣いよな、うん、まあそこはもう正面無駄遣い、これも結構きついけどな、なんか濁ってるけど山村で、はい、いやでも可愛いな普通に、実用性がない、まあ、可愛いか、実用性ないものを選んだもん。どういうこと、普段人が絶対買えへんもん。来年こそはちゃんとやるんで。ちぇー、よかったクリスマス、めちゃめちゃよかったよ、うん、こんがる。でも靴下でガチで、いや靴下になってしまった場合俺はもう結構暴れちゃうけど、ちぇガチで靴下やねんって。お前そのまあ着てるけど脱がんけど暑ない、今。いやでも寒くて寒くてちょうどいいよ。いや暑いはずやん、暑いよな、暑いです、ね、寒い。いや脱げって、で寒いねんって、ほんガチ折れないねん、総称病なんで、うん、なっていい、なっていい、なっていい、ガチ折れないね。エマイごめんな、なんか空気濁してガチなんですよ、ごめんな、なんかガチやねん、脱いでもらって、これやから脱いでて燃やすで、全部燃やそう。結果だって全部燃やそう、それでよくない。で全員マイナスで笑わそう。俺の燃やすからさ、自分で自分の買ったもの自分で燃やそうよな。はい、それでよくない、サブやろ。サブが燃やすの、全部燃やす、箱でよくない。いや箱じゃあかんやろ、よく燃えそうやんこれ。あこれもちょちょなあ、山ちゃんこれ、この3これやろ。はいなあ、はい、この3つでやめんけど、だからこれ俺のことなんですよ、ガチで。いや俺の服とかがなくない、今のとこ。ええー、誰のルール、えガチなんですよ、やめんけど。でどういうルールの元、ガチで俺のなんすよ、それ動画とかじゃなくて。うん、そうやって自分のも返すよ、いくつもらしい、いくつ返すで、俺5000円返すわ、お前に、うん、あ、1万ですそこは1万円これ4000、4000後半やったん。4000後半です。4000何個書いてんだ、なんで嘘つくわ後半やねんな、はい、4000後半1万だからなんぼなん、正確に言うと1万。まあ逆値で言うと、逆値ってなんなんや、ガチで言うとこれが、うん、1万円で払って、うん、まあ200円出したら、まあ、6000円返ってきました。まあそうですね、4200円足す5000。何を言うてる、ごめん、早く言うよ、ほんまちゅ、ごめんな、あの意見殴らしてあ、値段分かった4200円足す、5000円、9200円です。お前1万超えてないやん、怖っ、ちょっと待って、怖すぎる。多分9200円、1万円札使って、怖っ、小銭出しちゃんで戻ってきた。まあこれ多分9000、5000後半やったんで、うん、まあ、で約1万っす。で1万で俺返すな、はい、でお前は17万返すや。17万9800円、うん、ほんで34万円俺に返すやん。そうそうそう、それでいこう。じゃあマイナスやん。分かったのが、お金の切れ目は縁の切れ目ということで、はい、二度とね、あの友達にプレゼントはそういうのやめた方がいいっす。一番危ないのが、お金をみんなでかき集めて渡すプレゼント、これが一番危ないです。はい、気をつけてください、皆さん。